私は今日はちょっとクラクエン口というところにやってきた地でございます。何しに来たかというと、ちょっと自然を堪能しようかなと思って来ました。宿川で降りてもよかったんですけど、宿川からよりもこのクラクエン口から宿川に向けて歩いて今日は散歩しようかなと思ってるので、よかったら皆さんもリア散歩してみてくださいね。この季節といえばこちら、アジサイちゃんがたくさんこの辺咲いてるんですよね。このね、川沿いはずっとこうまっすぐ下っていけるんですよ。桜のシーズンはね、皆さんお花見でたくさん人が集まるところなんですけどね。2024年の6月10日なんですけど、もう見頃のピークですかね。ちょっと枯れてきてるのもあるんですが、綺麗ですよ。遠方歩道っていう面白い道があった。ツボ、これでも裸足で歩けないもんね。ここ健康歩道だそうですよ。あー、微妙に足裏を刺激される、靴のまま乗るとあれだね、お花を見ながら足つぼ刺激いいかもしれない。ぐるーっとこの壺の道が、壺の道ってなんだ、歩道があるみたいですね。子供たちもこの上元気に走り回ってますよ、はい、こちらゴールです。ここはね、いくつかこうやって子供たちが遊べる、なんていうの、遊具があるんでね、ファミリーでも来て楽しめる場所です。すごいね、いろんな色がたくさん咲いてる。皆さんは何色が好きですか？私はもちろん青です。残念ながら今あっちにあるけど下に降りなきゃあっちに渡れない場所があるんですよ。これこんな感じどうですか、いい感じでしょ、自然あ、スズメが水浴びしてる、かわいい。ほら、あ、飛んでっちゃった。ごめんね、水浴びしてたのに。サクサク渡っていっちゃいましょう。とまあこんな感じで渡って向こうからこっちに来るんですけどね。こっち側でもあんまりないな、反対側の方がいっぱいあった。ちょっと失敗。すごい心地いい風が吹いて気持ちいいですよ。ここも渡れそうですね。でも下にどうやって降りるんだ、あっち側から降りるのか。ほら、カラスさんたちも遊ばれ中この辺はもう森林というか緑を堪能するっていうエリアに入っちゃいましたね。残念ながら花がありません。こっち側だけでした。振り返ってみましょうか。いい感じでしょ、景色。
のね道にはこうやってところどころにねお手洗いもあるんでね、お子様連れの方でも安心して遊べますよ。ここは特に何も生き物はいないのかな、アメンボかな、動いてんね、魚がいるわけでもない川です。アジサイが見たい方は九楽園口周辺をお散歩されたら、5月末から6月かなは綺麗なお花が見れると思いますよ。見て、カモさん発見。休憩中だね。毛づくろいして。こんにちは。こっちの子はおでんかな。今こうやってずっと歩いてきてますけど、たくさんベンチがあるんで、いろんなところでねまったりされてる方が意外といっぱいいらっしゃいました。気持ちよさそうだね、貸し切りじゃん。こっち見てる。こっちにもなんか公園があるみたいですね。遊具がある。おっと、これは頭を下げないと3メーター身長があるチーワぶつかってしまうやつじゃないか。ここの水って冷たいのかしら。ちょっと触ってみようかな。あ、気持ちいい。ちょっと歩いてきて汗かいてるから気持ちいいかも。これは子供たち夏は水遊び喜ぶわ。すごい気持ちいい。下の道はどこまで行けるんだろう。ここで上がってもいいんだけど、でもあそこに渡る場所があるってことはまだ先まで行けるってことだよね。ってことは渡ってみようか。とりあえず宿川方面に向かって歩いていくので、ここも渡ってみます。落ちないように、よいしょ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 。なんかちょっと塩っぽい匂いがするんだけど、海水っぽい匂い。この辺いてててて、海水が混じってるの。すごい磯の匂いって、塩の匂いがすごいする。この辺、あ、見える？ほら、阪急電車が目の前に見えてきたよ。あれ宿川駅です。すごい、これ何橋っていうんだろう。綺麗ね、反射してほら見える。癒し動画どうぞ。これまたいでっていいのかしら。どんどん潜入していきますよ。こんなとこまで、よいよ、来る人いないよね。よしよしよ。ほら、阪急電車見えますか。こっちからも癒し動画。これ何なんだろう、この橋。上に行ったら橋の名前書いてるのかな。ね、渡ってる方いらっしゃるから。次は探検なので、とりあえず宿川駅の下まで行ってみようと思います。さすがに多分この辺人が歩かないから草ぼうぼうなんですけど。草ぼうぼうですが、お構いなしにどんどん進んでいきます。でも上に上がるにはすごくすごくすごく面白い階段を登らなきゃいけないっぽいです。あっちはちゃんとした階段があるのに、見てください、こっちのこの階段見えますか。とりあえずこっちまで行ってみましょうか。ほら、
非常用の階段しかないみたいな。これ非常用じゃないのかな、これさすがにちょっとこれを宇宙人が登るのは勇気がいるので、このね階段まで 100m って書いてるところまで黙々と戻りたいと思います。一回ワープしましょうか。あ、カラスがいる。じゃあカラスさんと一緒にワープ。はい、ということで上に上がってきましたさっきの橋のとこですね。こんな感じになってるみたいです。何橋なんだろうこれ、書いてないね。あったあった。ちなみにこんな感じね、宿川駅まであと 290m。 なんて書いてある、見えない、コハロギ橋、違うかな、だって。コオロギ橋って書いてあるね。今日はだからずっとこのクラク園口をずっと一回降りてずっとこう歩いてきたのかな。でここの先っぽまで切って登れないからこう来て戻ってここに今います。どれぐらいの距離なんだろうね、地平気で歩いちゃうから。皆さんもよかったらお散歩しに来てみてください。この辺はアジサイないですけど、あっちの渡った側にもちょっとあるみたいですね。今ねお昼時だから休憩されてる方もたくさんいます。とりあえずゴール地点の阪急宿川駅まであともう少し皆さんと一緒にお散歩できたらと思います。最後までお付き合いくださいね。ここさっき反対側から見えた階段ですね。わかる？これさっきほらそこのこれね、登るのやめたところの反対側です。お、阪急電車が見えてきたよ。宿川駅まであと少しです。これ下に降りたらいいのかな。ちょっととりあえず下に降りてみます。高架下をくぐりましょうか。阪急の下です。今工事中ですかね。見える、アンダーパスって書いてあるね。はい、ということで今日はアジサイを探しに来たのにハートの形も見つからず、アジサイ咲いてるエリアが少なくただ散歩した動画になっちゃいました。頑張って歩いたんで皆さん高評価ぜひポチッとしてください。チャンネル登録、コメント持ちはいつも楽しみにしてるので遠慮なくコメントは書いてください。ということでどうしようかな、ハルチチャンネルはここまでにして、宇宙人部屋はじゃあ宿川からどこにつながるんだろう。まだずっと道がつながってるんで歩いていこう、散歩動画を撮れたら撮っていこうと思うので宇宙人部屋も見てくださいね。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。アームカバーしてるけど焼けちゃった。